推し。いや、ぜひぜひぜひゲットしてください。やばいんだ、やばいんだ。この番組はときめく何かを宣伝するために活動する6人が様々なことに挑戦して世の中のときめきバロメーターを上昇させていく番組です。本日は超ときめき宣伝部と秋キクルシグさんとそしてスピンズさんのコラボ撮影です。イエーイ。もう見てください、この輝きを。かわいいです。ネイルもしてて、ね、コラボグッズにもなっています。かわいい、かわいい。そして帽子もコラボグッズです。かわいい、はい、素敵な撮影になりそうで、はい、ワクワクしています。頑張ります。はい、皆さんこんにちは、ひとかです。今日はもうコラボをしている時の恒例のコーナー、コラボグッズを紹介しようのコーナー、イエイ。ということで今撮影をしているんですけど、今回コラボグッズが2つございます。まず1つ目がこちら、帽子ですね。ときめきって書いてあって、ここにクラシックと書いてあります。デニムの素材になっていて、こうシンプルなんですけど、こうデニムの生地が使われていることによって、こうちょっとおしゃれな雰囲気になりますので、ちょっと薄るからかぶれないんですけど、めっちゃ可愛い。多分男の子も女の子もすごい被りやすい黒だし、取り入れやすいと思うので、ぜひぜひぜひゲットしてください。そして続いては、じゃじゃん、こちらのパーカーです。ここに秋クラシックって書いてあって、後ろは見えますか？見えてる？そう、こんな感じになっております。こうパブリンがちっちゃくいるの分かりましたか？あと超っていう漢字で入っているのが、なんかね、漢字でちょっと入ってるっていうのが、なんかおしゃれ、またおしゃれだなってすごい思います。こう大きめのサイズなので、小柄の女の子とかはワンピースみたいにして着てもすごく可愛いと思うし、あえてね、ダボっとしたパンツとかスカートを履いてもゆるくしても結構おしゃれになったり、中にタートルネックを着たりするとまた他の人との差をつけられると思うので、皆さんとてもあったかいので、この冬、秋、たくさん来てください。以上、ひとかのコラボグッズを紹介しようのコーナーでした。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。感じで書いてあったり、パブリンが一人いたりして、すごく可愛いんですよ。皆さんもぜひゲットしてください。はい、今回はですね、トキセンとスピンズさんとアキクラシックさんのコラボということで、急に帽子もパーカーも着ているメンバーなんですけれども、可愛くないですか？どちら、ここに書いてあります、こちらは可愛いんですよ。そしてもう一つ、パーカーの大きなポイントがあって、2色あったと思うんですけど、グレーとコーンが、キュウリはコーンを着ています。そして後ろを見てください、こちらにはですね、なんと日和のメンバーからグリーンと、ジュリアのメンバーから紫と、アキちゃんのメンバーからのレモン色が入っております。イエーイ。だからその3人がこのコーンをているということになっております。そこね、結構重大なポイントなので、でも本当にコーンもグレーもどっちもめっちゃ可愛いので、要チェックですね。超いい感じの撮影ができたんじゃないかなって思います。
ってるも日和よ。またコラボさせてください。よろしくお願いします。追いみたいで残っちゃう今も楽しい思い出いっぱい、キラリ空に輝く精一杯両手を伸ばしてみたい。初めてこういうすごいおしゃれな、おしゃれなパブリーの服とかとっても可愛いパーカーを着てた。そして下に黄色が入っていて、ネイルの黄色でとても可愛くしていただきました。本当に可愛いんです。スカートもチェックで可愛いんですよ。いました。めちゃくちゃ可愛い。しかも帽子もコラボです。めっちゃ可愛いジーンズ素材になっています。イエイ。普段使い全然できるグッズになってます。頑張って言えたのはもうちょっともうちょっとそばにいて君のことが好きだよ。こういうことは絶対にしちゃいけませんからね。悪い誰もいないよ、そんなことする人。今回は明倉
とスピンズさんと超特選のコラボということで、はい、ジブルコラボ、うーすごい、素晴らしいですね。しかもさ、韓国だよ。そう、ね、そうかい、ワールド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 、ちょっと海外出ちゃった、イエーイ、はい、今日はね、その撮影をしてきました。本当に今日の撮影楽しみにしてたんですよ。なのでもう本当に撮影もね、メイクとかも、うん、新しい感じにやってもらえて、もうテンションマックスの超最高の撮影でした。あきちゃん初めて、はい、私も初めてこういうコラボ撮影をさせていただいて、ね、本当にとても可愛くて、この色合いだったりとか、その爪がもうすごい、あんまり私ネイルを塗ることはないんですけど、うん、可愛くしていただけたりとか、前髪もしていただきて嬉しかったです。嬉しかったです。はい、さっきも言ったんですけど、アキクラシックさんはね、韓国のブランドということで、なんかこういうスニーカーだったりとか、ね、あとは後ろにパブリンを探せ、パブリンを探せ、あーいたー、パブコさあ、パブリンが入ってるね、ハンガーだったりとかね、超特選になって初のコラボだからね、うん、すごいまた新しい感じで、すごい可愛くて好きで楽しかった。はい、私もね、今日とても楽しみにしていたんですけど、もうみんな可愛くて可愛くて、また違ったみんなを見られたし、なんかこのね、パーカーの形とかめっちゃ好きで、こうダボっと着れて、ね、なんかぜひね、女の子にも男の子にも着てほしいアイテムです、うん、皆さんぜひゲットしてください。男女ともに着る、うん、ね、はい、そしてジジアはですね、ちょっとこのね、ずっとやりたかった2つのお団子ができて、あとここちょっとウェーブみたいな感じですごく可愛いんですけど、あとこのパーカー裏がモフモフってなってて、すごくあったかいんですよ、うん、なので皆さんぜひぜひゲットして、あったかいくね、朝らにしてください、ぜひ。はいはい、はい、まあみんながね、いっぱい言ってくれたんですけど、うん、まあ本当に全部その通りです。はいはい、いや、今回ね、初めてコラボとして初めてキャップもね、何この見ていただけるキャップ見えます。これめちゃくちゃ可愛いんですよ。ジーンズ素材でちょっとおしゃれな感じで、普段使いしやすい、普段使い、普段使い、さりげなくキメキメ、そうめちゃくちゃ可愛いキメキメ、キメイちゃんは皆さんここでコラボグッズ着てキメイで街を歩いてください。歩いてください。よろしくお願いします。